こんにちは、しんのすけ商店のしんごです。今回はユニクロのナイロンアクティブショートパンツを30代後半のアラフォー世代はどう着ますと題して、ショートパンツを使用したコーデを4選スタイリングしました。参考になるコーデが一つでも見つかると嬉しく思います。では早速始めていきましょう。今回の動画の目次です。1、商品のディテールの紹介。2、30代後半の週末コーデ4選。3、一番人気だったコーデ発表。以上3部構成となっております。では商品のディテールの紹介に移りましょう。今回ご紹介するのはユニクロのナイロンアクティブショートパンツ。お値段は1990円プラス消費税となります。カラー展開は合計6色で、新之助商店はお得意の6級ネイビーを選びました。ざっくりの仕様と良かった点、気になった点をお話しします。良かった点、 100% ナイロンで速乾性もあり、素材もディテールも本格アクティブ仕様になっています。イージーベルトがノーマル装備になっているので、ウエストの調整に一役買ってくれます。左サイド部分にファスナー付きサイドポケットが付いており、物が落ちないように工夫されています。後ろのポケットも押しボタンになっており、こちらも物落ち防止が施されています。製品開発の担当者は落とし物が多い人だったんでしょうかね。まあ憎いぜユニクロといった感じです。気になった点、カラー展開はブラックがなかったのが、まあ非常に残念でした。あればヘビロテ間違いなしでした。他に特に気になる点はありませんでした。コスパ含めてこの夏最強のショーツな気がします。まず1本目のコーデ、ヤンキース推しミニマリストおじさんです。キャップはニューエラのヤンキース、トップスはラルフローレン、ショーツはユニクロ、スニーカーはコンバースの CT70 でコーデしました。ポイントはヤンキースカラーのネイビーとグレーでまとめました。30代後半に上手に付き合いたい薄手のヘンリーネックシャツも合わせました。ネイビーとグレーの組み合わせは最強です。コーデに困ったらネイビー×グレーは基本何でも合いますので、チャレンジしてみてください。そんなに口数も多くなく、ビール片手にじっと野球を見ているおじさんってかっこいいですよね。ただ本当に野球を見ているんですかね。真面目にチアリーダーを見ている可能性もあります。雑談なのですが、このヤンキースのロゴってティファニーがデザインしたロゴって知っていましたか？なんだか急に品よく見えてきますよね。お次の2本目のコーデは、冒険心を忘れないマリンスタイルおじさんです。キャップはラルフローレン、 T シャツもラルフローレン、ショーツはユニクロ、シューズはコンバースでコーデしました。ポイントは船の国際信号機のようなカラーを使用したボーダー T シャツです。通常のブルーと白のマリンボーダーも大変相性が良いと思うのですが、冒険心を忘れないマリンおじさんということでカラーも冒険してみました。こちらの T シャツもラルフローレンになるのですが、この刺繍のノーティカエンブレムを見てください。このエンブレムにも世界中でマニアが存在します。ノーティカとはラテン語で船を意味し、ニューヨークの上質なアーバンマリンスタイルを表現しているそうです。アーバンマリンスタイル、何ですかねそれは。続いて3本目のコーデは、おませさんおじさんです。ハットは WRL、 シャツはラルフローレン、ショーツはユニクロ、シューズはシュー&コーでコーデしました。ポイントはギンガムチェックシャツにデザインされた無数のポロベアです。一体何体いるんでしょうかね。まあ、どうしようもなく暇な時に数えたいと思います。昔育ちが良さそうな子で、ラルフローレンのシャツを一番上まで締めてシャツをインしている同級生とかいませんでしたか？なんか品があってかっこよかったですよね。僕の同級生にもいたんですけど、中学で少しグレてしまって、今では薄毛のロン毛として名を馳せています。まあ根はすごく優しい人で、久しぶりに会いたいですね。ラスト4本目のコーデは、越えられない壁はない、敵は己にあるおじさんです。キャップはナイキ ACG、 T シャツはアルフローレン、ポロカントリー、ショーツはユニクロ、シューズはナイキ ACG でコーデしました。
ポイントはいつでも登れるぜ感が出てるアウトドアコーデですね。ナイキのアウトドア仕様のナイキ ACG とラルフローレのトレッキング仕様のポロテレインを掛け合わせました。高い壁があるとすぐにワクワクして、乗り越えたくなってしまうんですよね。こういうエネルギッシュなおじさん、僕は好きです。ちなみにこのナイキ ACG もポロテレインもどちらもマニアが世界中に存在します。結構インスタグラムなどでいろんな人がアップしてるので見てみてください。今度機会を見つけて特集動画なども作ってみたいと思います。今回ユニクロのナイロンアクティブショートパンツを30代後半のアラフォー世代をどう着ますと題したコーデいかがだったでしょうか。同世代の皆さんに共感してもらえるコーデが一つでも見つかると嬉しく思います。今回も事前に友人男女にコーデのアンケートを取りましたので、コーデの結果を発表したいと思います。30代男性に一番人気があったコーデはこちらです。ヤンキース推しミニマリストおじさんでした。今回は他にもあります。30代男性が一番おしゃれだと思ったコーデはこちら、おませさんおじさんでした。そして最後に30代男性が一番女性受けしそうと思ったコーデはこちら、シンプルおじさんでした。やはりシンプルイズベストなんですかね。そして気になる30代女性に一番人気があったコーデはこちらです、シンプルおじさんでした。続いて参りましょう。30代女性が一番おしゃれだと思ったコーデはこちら、ヤンキース推しミニマリストおじさんでした。そして最後にここ重要です。30代女性が一番女性受けしそうと思ったコーデはこちら、シンプルおじさんでした。シンプルおじさんが見事に3冠を達成しました。どうでしたか。予想通りでしたかね。しんのすけ商店の動画を1ヶ月ちょっとやって分かったのですが、男女で良いと思うコーデは確実に違うっていうことですね。おしゃれなコーデとモテるコーデも違うっていうことが分かりました。ある一人の女性の友達がこう漏らしていました。結局女性も同じでキャンキャンを少しダサくしたのが一番モテるんだよねと、愚問だわと。どういうことなんですかね。男性が見えてない部分が同性の女性には見えてしまっている部分があるんでしょうかね。今後もしんのすけ商店ではおしゃれをさまざまな角度で、探求していきたいと思います。今回のしんのすけ商店の動画はいかがだったでしょうか。もしコーデが参考になったよと感じていただけたら、チャンネル登録高評価ボタン押していただけると嬉しく思います。次回は YouTube の視聴者様から初めてリクエストいただいた30代後半の黒 T コーデを検証していきたいと思います。ではまた来週お会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。